岩見沢駅。岩見沢駅は、北海道岩見沢市にある、北海道旅客鉄道 JR 北海道の駅である。函館本線及び、室蘭本線が乗り入れ、すべての特急、快速列車が停車する。駅番号は A13 である。事務官コードは13133である。二千十八年現在は、当駅の所属線である、函館本線と、 当駅を終点とする室蘭本線の二路線が乗り入れている。北海道内で最古の鉄道である、幌内鉄道の主要駅として開業した非常に古い歴史を持ち、砂川方面や室蘭方面への延長拠点として発展してきた。鉄道網が広がるのに伴って、幌内鉄道の小樽岩見沢間が大道無役とも、いえる函館本線に組み込まれた後も、 残りの部分の幌内線や室蘭本線四分駅から万事線が乗り入れたほか、戦後の高度成長期に増大した貨物輸送量を支えるために、東日本最大の操車場も存在した。幌内線、万事線が廃止された現在でも、隣接するバスターミナルには、周辺市町村からのバス路線が集結しおり、交通の要衝としての役目を担っている。また、駅舎が、 全国初の公募型コンペでデザインを選定し、2009年度、グッドデザイン賞大賞を受賞したことでも知られ、2013年からは、駅舎ガイドツアーが開催されることもある。こうした駅舎のガイドツアーは大都市圏以外では、珍しく、北海道内の駅で開催しているのは、この岩見沢駅が唯一とされる。2016年7月27日現在、交通系、 IC カードが利用できる日本最東端の駅である。優等列車はいずれも札幌駅発着で、すべての列車が停車する。かつては、幌ロナイ炭鉱、三笠市や空地炭鉱、宇田市内市をはじめとする空地地方の石炭を、デミヤ室蘭、苫小牧の港へ運ぶ、貨物列車が多く往来したが、現在は炭鉱の閉山により石炭輸送はなくなり、 旅客輸送も札幌が中心となった。広い駅構内が、かつての繁栄や三笠市や夕張市を中心とした、北端の歴史を物語っている。2007年に完成した現役舎は4代目にあたる。単式1面1線と島式2面4線を合わせた、計3面5線を有する地上駅だが、古線橋と駅舎3階の改札口が直結しているため、構造的には、 京城駅に近い。ホームのない副本線、2.5番線もあり、2番線は、主に貨物列車の発着、5番線は、車両の留置などに使用される。夜間大白設定駅であり、7番線以降にも、多数の側線を有する。社員配置駅。緑の窓口、営業時間5時30分23時35分、自動券売機、自動改札機。 セブンイレブン、北海道 ST、北海道清ク運営、設置。キーとかは、札幌方面のみ、利用可能で、旭川方面や室蘭本線では利用できない。また、東駅から、苫小牧駅まで、室蘭本線経由で行く場合も利用できない。3.4番ホームには、木彫りの、バンバの像が設置されている、写真参照。 1980年4月10日に設置され、バンエイ競馬、岩見沢競馬場での開催は2006年をもって終了を PR する目的で、岩見沢市が彫刻家の中川氏、朝日川市在住依頼し制作された。制作費の250万円と付属のソリは岩見沢市が負担、バグ一式はバッシュ会長であった松浦慶三より岩見沢駅へ寄贈された。 重量は1トンにも及ぶ。ホームは駅舎側から1番線、3.4番線、6.7番線の3面5線。湖線橋には全ホームへのエレベーターが設置されている。1番線を除く4つの乗り場にはかつて使用されていた出発指示塔が今も残っている。1990年代中頃までは駅舎側からホームのある線路のみ1番線、2番線のように 番線表示がされていたが、現在は、ホームのない線路を欠番としている。乗り場は、ある程度分けられているが、当駅始発や特急列車退避の有無等によって、柔軟に運用している。室蘭本線は1番乗り場、函館本線の特急列車は4.6番乗り場で、ほぼ固定している。かつてのホロ内線と万事線は1番線から、発着していた。 このため一番線は長らく非電化のままだったが、1990年に電化された。1933年建築の三代目駅舎、木造2階建て、延べ床面積1070平米は、当時道内で、ユニ駅、2006年改築のため解体、上、白滝駅、2016年廃止に次ぐ古さだったが、2000年12月10日、未明。 漏電による火災で全焼した。その後すぐに、プレハブの仮駅舎、2階建て、延べ床面積400平方メートルを設置したものの、当時は、駅前再開発による市街地分断の解消案として、鉄道効果を検討していた時期だったため、新築計画の確定に時間を要し、仮駅舎での営業が5年以上も続くこととなった。新駅舎の基本計画が、施設、 自由通路併設型へ確定したことに伴い、岩見沢市と JR 北海道は、駅舎としては、全国初の試みとなるデザインの一般公募、岩見沢複合駅舎建築デザインコンペを2005年月5日に実施。応募総数376案の中から、有限会社ワークビジョンズ、西村博士の案が最優秀賞として採用された。現駅舎は、 鉄道の南側に建設され、正面から見て、中央の岩見沢駅本体、左側の有明交流プラザ、右側の有明連絡歩道という3つのブロックに分かれた構造を。2006年7月に着工し、2007年6月23日に岩見沢駅本体が暫定開業。その後、西側の仮駅シャー地に有明交流プラザ、東側に、 有明連絡歩道を建設しながら駅舎本体の仮設出入口の封鎖などが行われ2009年3月30日に全面開業した。なお駅舎建設にあたって外壁用レンガに自分のイニシャルなどを刻印する岩見沢レンガプロジェクト通称ラブリック岩見沢という企画が行われた。そのためプロジェクト参加者が訪れて自分のレンガを探したり 旅行者が、レンガの刻印に見入る光景を見られることがある。また、駅舎の2から3階及び、自由通路上は大部分が、ガラス張りとなってお、岩見沢駅前の街並みや駅構内の風景を一望できる。岩見沢駅舎の大きな特徴の一つが、低コストな設計である。岩見沢駅舎は、内壁で囲まれた、 駅事務室や市役所サービスセンターと内壁と外壁の間に挟まれた待合所やセンターホールの二重に仕切られた構造が基本となっている。室内を二重に仕切るこの構造は用途に応じた効率的な空調を施し高熱費を低減を図るためのものである。具体的には服装を外気温に合わせてあり滞留時間も短い一般利用客を想定した。 屋外との急激な気温差を作らない最低限のレベルに空調を抑えた空間。そして季節を問わず制服やスーツを着用視聴時間の業務にあたる施設職員を想定した外気温に左右されない一定の室温を保つための重点的な空調を施す居室である。また一般的にはいくつものパーツを組み合わせた方式を取ることが多い屋根と天井も 岩見沢駅舎は PC コンクリートを用いて屋根材、量、天井材などを一度に賄う方式としたため内装工事の簡略化による建設費の圧縮を実現した。これにより室内には大きな凹凸、強度を増し陶器の積雪荷重に耐えるための量の代わりのあるコンクリートが剥き出しとなったがこの凹凸を利用して間接照明を施したため コンクリートの冷淡さや圧迫感を抑え、逆に温かみの感じられる空間を作り出した。もう一つの大きな特徴として、地域性を徹底的に表現したデザインが挙げられる。単なる色や形だけにとどまらず、郷土史と関わりの深い素材を多用しており、中でもガラスカーテンウォールに鉄道のレールを使用する工法は国内初となる。随所に見られる。 レンガ壁はレンガ作りの機関庫や整備工場が立ち並ぶ明治期の岩見沢駅周辺をイメージしたものである。そのうち1階外壁に使われている寄付によって募られた4777個の刻印入りレンガは地域住民の思いが駅とともに新しい歴史を歩んでいくことを意味している。これらのレンガ壁は北海道の伝統的な積み方である。 小場空間積みを再現した工法で積まれている。また、内壁の一部には、小場空間積みを応用した独自の工法の透かし積みで、意図的に隙間が作られ、すりガラスがはめ込まれている。この透かし積みによって、日中は木漏れ日のように日光を室内に取り込み、夜間はドンのように柔らかい光が屋外へ放たれるようになっている。ガラスカーテンウォールのマリオン。 窓枠にはかつて北海道内で実際に使われていたレールを合計232本使用しており、実際の線路とほぼ同じ1.1メートル間隔で配置され、鉄道によって発展した岩見沢の歴史を象徴している。また、コレールの使用を強く印象づけるため、独特の錆びた色合いを残す、表面処理を施し、製造情報などが入った刻印は白く着色して、 アクセントとして目立たせ、そのレールを下から見上げられるように配慮して取り付けられた。これらの取り組みによって2009年11月6日に財団法人日本産業デザイン振興会主催のグッドデザイン賞で大賞・内閣総理大臣賞を受賞した。また二千十年は建築業界で国内最高峰と言われる日本建築学会賞を年には 鉄道関連デザインの国際コンペティション、ブルネル賞をそれぞれ受賞。それ以外にも、建築、鉄道関連を中心に多数の表彰を受けているほか、世界の名建築ベスト20の一つとして、ライフスタイル誌で取り上げられるなど高い評価を得ている。出展。南口から岩見沢市内各所や周辺市町村への路線バス。 札幌方面への都市間高速バスが発着している。なお、以前は、駅舎正面に路線バスの降車場があったが、バスターミナル開業の際に、現在の一条通り沿いへ移転した。駅前、南口は岩見沢市の中心部で、行政、公共施設、保険金融機関の支店が集積し、小規模ながら、ビジネスホテルがあるほか、商店街も広がる。 しかし商店街においては郊外に大型商業施設が次々と出店した影響で空洞化が見られ数軒の食品スーパーやドラッグストア、コンビニを除くと営業しているのは個人経営などの小型店がほとんどある。かつては中心市街地にも複数の大型商業施設が存在していたが撤退や郊外への移転により現在は跡地を転用した市場や 店舗と行政施設等を混在させたかつての商業ビルが見られる。なお、駅周辺でも駅前通り、道道201号沿いでは、空き地の増加が特に顕著であるが、これは道路の拡幅工事に伴う立ち退きによって、建物が解体されたことに起因しており、前述の空洞化とは要因が異なる。かつて駅の真横に JR 系のコンビニ、 ジャストロールが営業していたが、駅舎火災の影響で閉店してしまう。その後しばらくは、最寄りのコンビニまで徒歩10分程度を要する時期が続いていたが、一条西三丁目に、セブンイレブンが出店し駅から大幅に近くなったほか、新駅舎開業に伴って、キヨスクが従来型からコンビニ型に業態転換した後に北海道キヨスクが運営する。 セブンイレブン北海道 T ーに転換。その六年後には四条西七丁目に、ローソンも出展しており、空洞化そのものに、歯止めがかかったとは言い難いものの、駅舎火災の煽りで失われた、最低限の利便性は補われつつある。駅裏、北口は、ロータリーから北へ伸びる有明北、森通、北口の駅前通りにあたるを挟む形で、西側には、 岩見沢運転所や岩見沢レールセンターなどの鉄道関連施設が立ち並び、東側には宅地が造成され、マンションやアパートが立ち始めている。さらにその周囲を1万人以上の人口を抱える既存の住宅街、鉄北という通称で呼ばれているが囲んでいる。現在は自由通路や連絡道路などが整備されているが、以前は500メートルほど離れた立橋を利用しなければ、 徒歩でも自動車でも駅にアクセスできなかった。南口、北口、岩見沢駅周辺を含む中心市街地では断続的ながら以前より再開発事業が進められている。また、駅舎の新築及び表彰などをきっかけに、駅舎と街並みの調和を図る景観整備の築計画及び条が制定されるなど、駅舎を核とした街づくりの機運が高まりを見せている。その一方で、 特に大規模な事業ほど計画当初よりも遅れたり、規模が縮小されたり、そもそも実現に至らず頓挫してしまった事業もあるなど、商業環境は依然として厳しい状況に置かれている。現在、南口駅舎の1階西側にある、観光協会で以下の駅弁が販売されている。かつてはキオスクで取り扱っていたが、セブンイレブン北海道 STA、 業態転換する際に観光協会での販売に切り替えられた。さらに以前は、有限会社岩見沢駅構内立ち売り商会が、いくら弁当や鳥飯を反していたほか、立ち食い形式のおでん店も設けられていた時代もあった。特急列車の停車駅は、各列車記事を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。